皆さんおはようございます、えー、先週に引き続き今週からしばらく岡山特集ということでですね今週は素晴らしい方をご紹介いたしたいと思います、えー、それもですね都一クラブこれはですね岡山しかないクラブです都市で自由の市と書いてですね一瞬私あの悪評高い小売り返しの都一。 かと思いました。とんでもない、全然違います。今日はその統一クラブの会長さん、平井さんにお話を伺いたいと思います。えー、平井さん、nice to meet you。nice to meet you。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。あのう、統一って言ったら、本当に、あの、はい、悪用高い、はい、あのう、統一だと。びっくりしましたけれども、はい、全然違いますね。そうですね。統一クラブっていうのはね。 えー、こういった、はい、そのワッペンみんなでつけて制服を着てあの集まっております。ド、えー、イチクラブはですね、えー、昭和26年2月の11日、1951年ですね、終戦後6年経った時に、えー、岡山の人たちがですね、戦地から帰られまして、えー、大変この日本が荒れて、荒廃をした中で、 なんとかこの郷土、それから日本を復興させようという人たちが集まりました。11人の若い将校たちだろうということになっておりますけれども、その人たちが初めて今、いまだに続いておりまして、72年でしょうかね、続いております。それで、たまたま今回私が60代目の。 会長として拝命をしております。このように長く続いておいるあの歴史あるクラブであります。決して統一の金利を取る会 <laughs> ではございません。<laughs> すみません。はい、ところでその統一って11人からスタートされましたよね。はい。で、あの一説によりますと毎月の11日という日をもって。 皆さんが集まる,集まるはいそうですね今<日>メンバー何名さ今ねえー、っとねえー、特別会員を入れると51 1ですね<う>正会員が5047、うん、名だと思いますはいそうですかしかしまああの戦前か戦後戦後すぐですねはい変えー、てこられた方たちはまだ、えー まだお若い。ええ、もう、ね、もうお一人もいおられません。あらららら。皆さんもお亡くなりになりましてですね。そうですか。大変あの苦しい目をされたようです。<や>えー、だと思います。や日本中みんな苦しかったですからね。あの本当にあの悲惨な戦争、まあアメリカも日本も共に。えー 辛い悲しい時期がございましたけれどもまあ一生懸命復興させようという、まあ、その心がですねいまだに続いているというふうに思います。本当に今の日本、まあ、昭和の高,高,、えー、と高度成長期とかねいろいろありましたよね日本は今日までみんな安心して、はい、あの心配せずに生きてく何世代ももう3世代ですよね。生きてここられるっていうことは 時の対戦の方たちの本当に他ないようなと思いますね。はいはい、そうなんです。で我々も大切にするのがその霊霊ご先祖様にの誠にこう捧げるまを捧げるえそのような集まりでありたいというふうに思っております。ですから私たちもその五国神社であったり靖国神社あ、うん、たくさんの英霊が祀られておりますけれどもそこへお参りをするということを 例として行っております。戦後の日本の教育が歪んでしまってから、そうなんですね。ね、あの平井さんたちのこういうお集まりのところに、まあ変な話だけど自治体の方から違う目で見られる可能性もあるんじゃないかと思いますけれども、い,ね、いかがでしょうか。それはですね、やっぱりね、えー、あのあ圧力は今ないんですけれども。 あのまあ、我々とその自衛隊というのは非常にこう仲が良くあの交流がありますのであの基地の指令などもよく霊界に出席をしていただいておりますただその我々自身がです、ね、戦後生まれのものが多いですのであの正しくこう教育を受けていない部分がたくさんございますそこでやっぱり先輩から受け継いできて本当のこの 苦労されたとということを私たちも、まあ、私の父親もその統一クラブのメンバーでありましたけれども私は父親から聞くよりもやはりこの都一のメンバーから聞かされたことが大きくありましてですね、うん、日本の今のこのありがたい状況ですけれども本当のことをまだ知らない部分がたくさんありますですからあの終戦後に帰ってこられた方々が 落胆をされるような日本になってしまったんではないかなというふうにいまだに私は思うんですけれどもでもそのことのギャップをですね若い方は全くご存じないというふうに思います、ええ、平井さん、今メンバーの中で最,高年,最年長者ですか、はい、それと最小年長者ってどれぐらいのギャップがありますね 若い方は40ぐらいそ,それから年長者は90ですねはい、えーはい、そうなんですか、えー、じゃあでも「統一クラブ」の趣旨みたいなものはどの年代の…あのね統一、えー、クラブはねあのさっき最初に「君が代」を歌って始めるますそれからあ我々の統一の歌というものを歌って それからあの統一の歌がですねやっぱり終戦当時のその思いが詰まっておりましてですね職場持ち場は違うけれども一生懸命仕事をして郷土お国のために頑張ろうという風な歌が中に含まれておりますえさらにはですねこういった志を若い人たちに伝えようというのを我々のその任務としてですねつあのつ,つ,なつないで 伝えていいいこうそういうふうな思いでやっておりますですから若い人が分からなくて入ってもですね日本の良さであったり日本の本当に大切をしなければならない本当は日本とってもありがたい国であるという天皇陛下もそうですけれども長い歴史を持っている日本がですねあの教育で神話さえも教えてくれない建国記念の日もあの今の日本では教えてくださってません。 ですから私たちはこの2月の11日の建国記念の日というのは特に大切にしておりますけれども今の日本のいわゆる皆さんから言うと少し浮き出て,てしまっているような感も私自身はありますけれどもでも本来私たちの,あの日本を大切にする私たちは日本の国民であるその自覚の自信そういったものをしっかりとですね持ちたいそしてつなげていきたいというふうに 思っているわけです。あの愛国っていうこと、一言で言えば、国を愛するですよね。そうですはい。で、国を愛することがなぜいけないのか。はい。ね、これは戦後の日本の教育は徹底的に間違ってますよね。そうですね。でね、うん、それがよくわかるのは、むしろ日本の国内にいる方よりも、日本の方が外国に出て。はい 日本の魂をそのままお持ちの方が多いですので、その方々の方がね、日本大丈夫か、日本頑張れよというのはね、<laughs> 声をね、よくお聞きします、本当にね、我々自身が頑張らなければならないんですけれども、現状がよく分かってないので、向かうべきところと、今の我々の立ち位置がね、非常に不安定な状況ですので、私たちはその教育、若い方と、日本の歴史を知るということがね、とっても大切だろうというふうに。 思うんですねその国を愛することはまあ郷土からまず自分のふるさとを愛するす、はい、ふるさとを愛することはす,すなわち国を愛することになるとで国を愛するって、ね、じゃあこの国の歴史は何だったの先人たちは何をされてきましたの、ね、っていうことも勉強をしないと、うん、これからこの国はどういう方向にね、えー、あのね,ね今の日本はね。その公というよりも 自分個人というのをあの優先的に考えられている分が多くて、ですね権利の主張も多いですし、自分がしなければならないということよりもです、ね、何をもらえるのか、私はこういう権利だとか、非常に横行しておりましてです、ね <laughs> え、本当にこうみっともない状況であります。しかしか 今回の,あの,もうあの東北の大震災が起こった時にはですね本当に日本人は心底の持っている力助け合うというのを、ね、発揮して本当に、まあ、日本人は捨てたものではない外国の方から見るとねそんなバカな倒れたところのコンビニなんかは泥棒が入るだろうと思うけれども誰も一人もそんなことはありませんですからね。うん、しかも食べ物のの少ない時に一個のおに個おぎりで そう、隣近所の人と分け,、ねね、分け合う。もう本当にこう。あの日本まだ広いですから、そあの岡山に行って,ててなかなか向こうのこと分かりませんが、ニュースとか伝え聞くと本当にね。助け合うという涙が出るようなこうご苦労をされておられましたからね。うん、その助け合う精神っていうのは本当に日本のもう。 それこそ縄文時代からの,の DNA であるはずなのに。そう,そ,うそうですね,で,ね,うで,すね、うん、でもね、根っこにはね、ちゃんと息づいているとは思うんですよ。今の一つの、うん、流れで一つがね、やっぱり個人主義があの横行していますけれども、なるほどでもこのみんなで助け合うということが私は引いてはですよ。日本も,もあの丈夫にするけれども、世界の平和に あの寄与するものの考え方が私は日本の中に助け合うというのがねあるんではないかなというふうに思うんですいや嬉しいです平井さんも統、えー、一クラブなんか岡山だけだとちょっともたないような気がしますけれども、ねね、あの東京あたりにあってほしいですね、えー、でこれはねこれ広げるとですねこれ本当に日本人みんながこの精神 あってもいいのかなというぐらい私思うようになりましたね、はい、そうですか、えー、ありがとうございます、うんえー、コマーシャルに入りますので、はい、コマーシャルの後またよろしくお願いいたしますよろしくお願いします平井さんねコマーシャルの前に、はい、このトイチクラブっていうのは岡山だけなんでしょうけれども、はい、こんな素晴らしいまあクラブクラブ活動メンバーさんたちが頑張っていらっしゃることをですね他の 他都道府県に広めることはできないでしょうか。そうですね。あの思いはですね、同じもう全国みな一緒ですので、岡山というこう土地に縛られることがないんですね。あの理念というものはもう日本人みな一緒でありますし、みんなを助け合って、そして仲良く、そして一生懸命みんなで仕事をしましょう。そしてそれは世の中に還元していきましょうというのは。 どこのこの地域も一緒でありますのでこれは広がっていける可能性が大きいなというふうに思います。でね平井さんねあの私も日本へ帰ってきて2か月ぐらい時間経ちましたけれどもその間の、まあ、いろんなニュースも見ておりますけれども。はいうん 本当にこう情けないニュース、はいはい、つまりその特に犯罪方面ですね、はい、昔はオレオレ詐欺でお年寄りからお金を騙し取るぐらいで、はい、まあまあそれでも悪い子たちだなと思われてますが最近はですね殺してしまうんですよね,、うん、すねあのひどくなりましたねその日本人ではこう考えられないような犯罪が 多々起こるようになりました親がこう傷つけたり子が親を殺してみたりとかですねもう本当にあの日本人のもともとはですね親に孝行するそういったところが原点であったように思うわけですね。あのそして友達と本当に、えー、心からあ話し合って協力し合うというふうなあ精神が教えられてきているはずなんですけれども。 親子の断絶が多くありますし、まましてあの犯罪もですね昔のような軽いことではなくて、もう本当に壊してしまうような犯罪が非常に多くなりました。やっぱりこれはこう世界の方とこう交流があったり、外国人の方も大変こう犯罪も多くなってますのでね。 まあ、ましてこう日本人がどうなのかといったら本当に襟を立たさなければならないなというふうに思うわけですねごく一般の家庭の中で起こってしまっていることも多くあります。はい、それを端的にそのニュースの報道を見てますとですね、うん、平井さん、まあ、正直なんですすごく、ね、心配ですよ。 そうですあの、ね、私たちもこういつまでも生きているわけではなく私ももう70になりましてです、ね、子ども、孫ちゃんとですねちゃんとその心とかそのものの考え方を伝えていくそれが伝わっているのかなそういう教育がなかなかできていません日本の昔のようなその寺小屋のようなあの手を携えて大きくしていくようなあ教育が今、 全くくななされてなくてですね、平準化にしていって平均点を取るような教育になってしまって個性がきっちりの伸びて助け合うというのがですね、本当に今は稀であります。本当にあの教育問題大変ですね。 うん、これ、永田町のおじさん、おばさんたちに任せられませんね、そうですね、私も思います、そのじゃあ,あの、政治は当然大切なんですが、政治ばっかりではなくて、私たち一市民がそれぞれにです、ねえー、自分の家庭の中で教えていく、その地域社会で皆さんと手を携えていく、えー、そういったことがね、われわれにできることであり。 そしてこれはですね、あの大きいこう行政にお願いをすることではなくて、私たちが、うん、身近なところからしていく大切なことだろうというふうに思います。平井さんそれででクラブの方で何かこう これからこういうふうにやるぞ、ああやるぞっていうのはありますか、<laughs> 計画、企画企みたいなもの、ね、えー、今日は、はい、あのね、特に私があの今年会長させていただくこの年度の計画を皆さんにお話しするのは、えー、最初にこの国の成り立ち、まあ、日本人の成り立ちですね、それからあ日本人の,の転換期、それぞれに天皇陛下が招徴を出しておられました。 あご家族のご専門であったりですね教育直後の話であったりそして開戦がどのようにしてなったのか開戦の少々も紐解き終戦をどのような思いで、えー、なったのか、えー、それをですね一月つきつきでありますけれどもこのシリーズに分けてですね今年はそれを若い方が多いですのでもう一度原点に帰って流れそして流れそしてこれから 私たちができることを少しずつ考えていこう、そのためにまず原点とそれから今までの歴史を振り返る時間を少し持ってですね世の中に少しでもご奉仕ができればなというふうに思っております。平井さんそれでですね、うん、あのー 今一番最年少者50代ぐらいですか統一クラブの40ぐらいの方がありますからね、はい、であの増やすっていうから、まあ、もうほんにできれば10代からも教えたいんですよね日本のですよねそれでそのクラブのメンバーの増やし方とか資格とかそういうのはありますのこれがね,れがね、はい、結構難しくてですね全員の入っていいという。 許可がも<ー>あっっててて初め入なるほど。仲間意識が非常に強くてですね仲がいい会ではあるんですけれどもいっぺんに増えるという要素はちょっと無理なものであの皆さんに了解を得て若い方を しっかり入れていこうということで、去年は大分入会をしていただいたんですね。そう,そうですか。うん、それは良かった。はい、それともう一つ、私、あのお写真拝見させていただきましたけれども。はい、全員男性ですね。 そうですね、これも女性 <laughs> あのね規約、ね、の中でまたねちょっとか <laughs>、はい、考える今あ時でありまして女性の進出が、はい、あの世の中当然ありますから統一、はい、クラブも女性を入るか入らないかというのはまた理事会であの進行中でございましてま結論が出ておりません、はいいや。嬉しいです。統一、はい、クラブの精神そのなんていうかなこう。 目的というものがですね、うん、これは男性も女性も関係ない国を愛する人たちならばそうです年も何歳も関係ないそうですということで今の日本にとってはまさに必要ななです戦争に行った男性ばかりでなくその国内で国を守った女性もですねみんな国のためにと思って我慢をし一生懸命頑張ってこられたのはもう 老若男女男も女も関係なくみんな一丸となっただからこそ日本は強かったんだなというふうに思うわけでありますしましてその自衛基地級が恐れたのはその団結力だったんだろうなというふうに思います、えー、まあ良き時代であったんですけれども今がそれが その今、もうすでに GHQ はありませんけれども、まだいまだに GHQ の,の呪縛に縛られている日本もあるようでございまして、解体をされた、そのまま受け取っているま、ま愚かといえば愚かなんですが、本当にあの人のいい日本人であるというふうに思うんですね。 もっと気骨があってもいいかなというふうに思います。そこなんですよ、平井さん。実はですね。うん、まあ、いろんな方が、いや、どうせ日本はアメリカの属国だから言われた通りで。しかやってないんです。っていう人結構多いんですよ。はいで。私が思うにですね。それは、まあ、いろんな意味において。台湾もそう、韓国の、でも、そう、うん、よその国みんなそうなんです。やっぱりアメリカの悪いけど。うん これがあるから守ってもらってるというのもあるし、うん、だっけれども永田町のおじさんおばさんたちは、はい、ちょっと待ってやあなたのアメリカさん <laughs> あなたの言う通りかもしれない我が国はですね、うん、実はこうだやああだやったそういう気骨のある政治家たちに頑張ってほしいんですよ。うんうん、そ,うそうですね あの政治がアメリカとの兼ね合いで非常に難しい部分があるんでしょうけれどもね,どねあの、ものの考え方というのはね、やはり日本人らしいものをきちっと持ってです、ねあの、自分の国は自分で守る、それから自分の生活、それから昔から言われてきた道徳というものをね、しっかりと自分の身につけていく、あのもともとこうあるものではなくて、先祖からずっとつ培われた日本の良のき伝統が、 ありますので、ね、その人に迷惑をかけなかったり人と会う時にはお互いがお互い様と言って助け合うそのようなこう人のためになるような人間になっていくそういったもう道徳というものをねもう一度見直す必要があるなというふうに私は思っております。 そうですね。今、いみじくも平井さんがお互い様っていう言葉がありましたように。うん、日本人はそういうも昔からおかげさまでっていう言葉がありますよね。そう,そ,うそ,うそうですね。とても大事な言葉ですよね,、うん、ですね。日本独特だと思いますね。これ。<laughs> <laughs> 死語なりつつありですね。すね <laughs> 死語なってもらったら困りますよね。ええ。そうなんですか。 いやー、平井さん本当にあのー、まあ私たち海外にいる日本人もですね、はい、もうよく見えるんですよ、日本のこと、日本の姿。はい、だけど日本にいらっしゃる日本人が見えないんですよ、はい。そうなんですね。どっぷりとねぬるま湯に入っているような状況でね、<laughs> 非常に危機感がありますよ。<laughs> 危機感があります。そうですか。えー、で私たちも時々ね海外から帰ってきて、私だけじゃないんですよ。あの友人たちもたくさんいらっしゃいまして、はい、やっぱり帰ってきてついつい。 うん、言うんですよね。うん、でもやっぱり怒られる時もあるらしいんですよ。<laughs> うん、あのね、どこの国も国旗を上げるでしょ。アメリカも国旗を上げて当たり前でしょ。はいはいはい、日本はね、国旗を上げると変な人に見えるんですよ。いまだ,だですね。 国旗を上げるとららららその家の前はのけで通られたりしますよ。あらまあ。<laughs> そうですね。なんていう国。<laughs> なんておかしいですよおかしな国、うん。あのね、本当にこう統一のメンバーだけでも全員国旗を上げて祝祭日はお祝いをしようというのはですね。大切にしたいというふうに思うんですが、<や>なかなかね、えー、町内の中でもあげているところはないですね。<laughs> そうなんですかこれはこれは平井さんもう年をいってる場合じゃありません何歳になってもしっかりあの、はい、国境を大切にしてねやっていきたいとどこの国もそうです。国歌を歌ったらダメだとかねお祭りをしたらダメだというのがねこの「都一クラブ」に入って初めてそういった事実を知ったんですよ。そんなななこととがあるかなと思ってね、うんうん まあ平井さん本当に国を思う気持ちお互い様ですそうですね日本人の dna を持っておりますのでそうです,うですおっしゃる通りです、はい、えー、今週は本当に久しぶりに国を愛するお話ありがとうございました統 <laughs>、はい、一クラブの話もありがとうございましたまそして来週はですね平井さんのビジネス、はい、個人的なビジネスのお話を聞かせていただきたいなと思っておりますので、はい、今週はどうもありがとうございましたありがとうございました 皆さんおはようございますマジックベル川流第18回でございます今日も子猫さんとトシゴンさんと3人でお送りしてまいります今日の一句自負心臓ファーストペンギン我こそは自負心臓ファーストペンギン我こそは確かに 冷たい海水の中で一番最初に飛び込むペンギンって、本当に勇気がいりますよね。はい、異文化の中で。困難を乗り越えて奮闘する自分に対する。応援の句だと思います。うん、えっと、この句。下語が我こそはで、尻切れ蜻蛉になっちゃってるので。ちょっと直してみます。この国で。ファーストペンギン、名乗る自負。 この国で、ファーストペンギン名乗る自負。上ごと下語をまとめて名乗る自負として、その代わりにこの国で、としました。えっ、ー、ともう一つ気になる部分が、えー、中七の八音ですけれども、うん、同じような意味のパイオニアとも微妙にニュファンスが違うので、中八はそのままにしました。 としごんさんどうですか私ね、このドキュメンタリーを見たんですね。あの若い女性が、えっ、ー、と、もう、荒くれだった、男性だけの中に入っていって、そこで大成功するという大変な苦労の,あのお話でした。で、ファーストペンギンっていう言葉初めて知りました。今日の一口メモは、具体的に描写する下モを締めるです。としごんさん まイゴンさんありがとうございました。ありがとうございました。編曲、解説、編作は南下亭こねこでした。作品のお送り先はトトロ図書館と gmail.com トトロ図書館と gmail.com。作品お待ちしてます。さよならー。さよならー。ならーまた来週。またねー。